ジオン公国と地球連邦との戦争、いわゆる一年戦争はいつ始まったのか、それに対して正確に答えるのは簡単ではない。公式には一年戦争は宇宙世紀0079にジオン公国の攻撃とともに始まったとされている。だが潜在的な戦争は宇宙世紀0058、ジオンズム大君の独立宣言と国防軍創設まで遡るという意見も少なくない。後の一年戦争につながる要素はすでにこの時に生まれていたのだ。そのため長い目で見ればこの戦いの全ても必然的に起こったものだろう。宇宙世紀0079、2月7日、ジオン軍は地球への降下作戦を実行する。降下部隊は次々と連邦軍を電撃的に破り、地球上の大半を瞬く間にその勢力下に置いた。だが連邦軍はあくまでも抵抗をやめようとはしない。そして3月11日、ジオン軍による第二次地球降下作戦が開始。目的は北米地区を制圧し、南米にある連邦軍の本拠地ジャブローの攻略拠点を確保すること。司令官はガルマザビ大佐である。この大規模な作戦を前に先行して地球へ降下する一機の HLV があった。その HLV の機体表面に浮かび上がる狼のエンブレム、それはこの HLV に潜む部隊のパーソナルマーク。その名を闇夜のフェンリル隊、ジオン突撃機動軍所属、ゲラート・シュマイザー少佐率いる特殊実験部隊である。モビルスーツのみで構成されたこの部隊は攻撃任務をはじめ偵察任務、そして防衛任務と多様な任務をこなし、大規模な降下作戦の脅威となる連邦の橋頭砲を事前に叩くことを目的とする。北欧神話に登場する狼の怪物フェンリル。今地上へと舞い降りた狼はその牙を剥く。
さーて連邦のケツを蹴り飛ばしてやる。こちらルローア少尉、攻撃を開始します。落ち着け、攻撃さえ命中させれば確実に仕留める。シャルロッテ以上に活躍してみせる。
この作戦で私の実力を証明してみせるわ。発電施設を確認しました。攻撃に入ります。クソ、いまいまし野郎どもだ。北米最大の拠点、キャリフォルニアベースを攻略したジオン軍は、残る諸地域の制圧と、南米にある連邦軍最大の基地、ジャブロー攻略への準備を進める。
そして地球各地に降下した部隊も野火のごとく電撃的に諸地域を制圧。だがあまりに急激に戦線が拡大したため、ジオン軍は前線への補給が追いつかなくなり、これ以上前に進むことができなくなっていた。一方連邦軍はジオン軍の進撃により組織的な抵抗を失い、戦線の伸びきったジオン軍に対してゲリラ戦を仕掛けることが精一杯という有様だった。こうして戦争は双方とも決定的な打撃が与えられないまま膠着状態が続く。戦線が停滞する中、連邦軍も着々とモビルスーツの開発を進める。ゲリラ掃討作戦中に V 作戦の情報をキャッチしたシャア少佐は、新型モビルスーツと木馬と呼ぶ新造戦艦に戦いを挑むも、これを落とせず、ガルマザビ大佐の支配する北米地区に降下するよう仕向けた。そして訪れたガルマザビ大佐の死、ガルマ司令が通信を絶った後、状況の確認に向かった闇夜のフェンリル隊の目の前に広がっていたのは無残な光景だけだった。ガウ攻撃空母の残骸、その他おびただしい残骸と燃え盛る炎、そしてむせ返るほど充満している死の匂い。ガルマ司令は木馬との戦いの中で散った。そして木馬はジオン軍に大きな損失を与え、その包囲網を突破して去っていく。ガルマザビ大佐の死に将兵たちが悲しむ中、闇夜のフェンリル隊に新たな指令が下る。連邦軍は反攻の第一歩としてオデッサ作戦を計画。中央アジア一帯に広がるジオン占領下の鉱山基地群の制圧を目的とした大規模な反攻作戦が実施されようとしていた。このオデッサの防衛としてマクベイ司令からの支援要請を受けた闇夜のフェンリル隊は直ちに中央アジアに向かうこととなった。不穏な影が見え隠れする戦局の中、砂漠を駆ける軍狼に新たな試練が突きつけられる。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いや、始まりなのだ。
守備隊がやられる前に何とか合流を。ここで手間取るわけにはいかない。ここは何としても耐え抜いてみせます。
俺たちが来た以上、ジオン野郎もこれまでだ。行くぞ。とするか。黒い三連星は前線に戻ることはなかった。ジオンはまたエースを失ったのである。闇夜のフェンリル隊はその事実を知らなかったとはいえ、結果的に総司令官の脱出に手を貸すこととなった。それは不本意ながら友軍を戦線崩壊へ導いたことになる。マクベ大佐を乗せたザンジバルは戦火のただ中にあるオデッサを後に空へ上がっていった。任務が終了した時、ゲラーと少佐は自分たちが何をやっていたのかを初めて知ることになる。どうやらマクベ大佐は黒い三連星が戦死した段階で戦線が崩壊することを察知したらしい。もっともすでに空に脱出した人間の考えを今更知ることはできない。単にマクベ大佐は指揮官としての軍事的な才覚が欠けていたのかもしれない。どちらにせよ、総司令官である自分だけが脱出するという態度がゲラーと少佐には許せなかった。実際、マクベ大佐の脱出はひどいものだった。味方の大半が彼の脱出を知らなかったことはまだ許そう。総司令官が捕虜になるわけにはいかないのは確かだから。しかし脱出をするならば部隊の指揮命令系統だけは確実に用意すべきだった。マクベ大佐はそれすらも行っていなかったのだ。結果残されたジオン軍は悲惨な事態となった。何の前触れもなく指揮中枢が消滅し、誰も的確な命令を下さなかったばかりに、前線の部隊は連邦軍が怒涛のごとく侵攻する中、壊滅的な打撃を受けた。そして混乱は闇夜のフェンリル隊も同じだった。しかし状況は意外なところから動き始める。悲嘆に暮れていたフェンリル隊に入った友軍からの通信、それはフェンリル隊をキャリフォルニアベースから運んできた潜水艦に他ならなかった。戦友たちはフェンリル隊を見捨てたりはしなかったのである。彼らのために最後の潜水艦は用意されていたのだ。かくしてフェンリル隊は友魂隊に救われ、熾烈を極めたオデッサの戦場を後にする。
期待を託された以上、必ず期待に応えてみせます。果たして敵の戦力はどの程度のものか。
派手にやってくれたな、ジオン野郎ども。ジオン軍による健康一滴の攻撃作戦であったはずのジャブロー攻略作戦は兵力が過小なために失敗に終わった。それはむしろジオン軍にとって貴重なモビルスーツ隊をすりつぶしただけの結果となってしまう。だが最も冷静に見ればこの失敗がジオン軍の軍事力に致命傷となったわけではない。皮肉な話だが投入した戦力が過小であったために失われた戦力も小さかったわけである。いずれにせよこのジャブロー攻略の失敗により短期決戦で戦争が終結する可能性は儚くも消え去った。幸いにもフェンリル隊に戦死者はいなかった。しかしフェンリル隊のパイロットたちは肩身の狭い思いをすることとなる。どこのモビルスーツ隊も戦友を失い全員の生還を喜びづらい空気となっていたのだ。ジャブロー攻略の失敗はキャリフォルニアベース内部に軍隊としての規律が崩壊しそうな兆しさえ感じさせていた。そしてついに連邦軍による大規模な反攻作戦が始まる。星1号作戦と呼ばれるこの作戦は地球規模、いや地球圏規模の大作戦として決行された。ジャブローの赤道下より次々と打ち上がっていく宇宙戦闘艦、それはまるで流星のようにも見える。しかもその数は明らかに艦隊規模の打ち上げだった。ここに至り連邦軍は独自のモビルスーツ隊を建設したばかりではなく、ルーム戦役で壊滅的打撃を受けた宇宙艦隊をも再建したのだ。北米大陸を占領し続ける限り連邦軍には負けないというのは空がジオン軍のものであるという前提の話だ。ジャブローからの流星が空へ昇るたびにジオン軍の勝利の可能性は消えてゆく。やがて連邦軍の大規模艦隊が空に展開すればジオン軍の制中権も失われてしまうだろう。空との連絡を断たれた地上のジオン軍に未来はない。それは北米大陸の占領はおろか生存することさえ難しくなる。そこに待っているのは降伏か戦死か、二つに一つなのだ。キャリフォルニアベースには
この連邦軍に対する攻勢作戦などの計画はなかった。連日連夜打ち上げられる HLV、 彼らが精力的に打ち上げているのは全て脱出のためだ。すでに多くの資材や人材が次々と空へ向けて打ち出され、ジオン軍は地球から大規模な撤退を決定していた。もはやキャリフォルニアベースは最盛期と比べ1割にも満たない戦力で動いていた。そしてそれらもまた順次空に戻っていく。連邦軍は反攻作戦の一環としてこのキャリフォルニアベース奪還と北米大陸解放を計画していることは間違いない。しかしすでにキャリフォルニアベースの実情は、最後の HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の進撃を抑えることができない状態だった。そして下された闇夜のフェンリル隊への最後の任務、全ての HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の攻撃からそれらを守り抜くこと、連邦軍の進撃を抑えることができるのはもはやフェンリル隊しか考えられなかったのだ。フェンリル隊は空に戻れない。いや、戻らない。闇夜のフェンリル隊は自ら地上に残ることを選んだ。
我らがゲラート・シュマイザー少佐に敬礼。数では不利でも相手の隙をつけば敵の進行は俺たちで抑え込んでみせる。大丈夫、誰も死なせたりしないわ。誰一人 HLV に近づけさせやしないよ。アースノイドを減らすちょうどいい機会だな。
度こそ仕留めさせてもらうぞ、ジオン野郎ども。ガンダムの機動力と強力な長射程のキャノンとの融合、これぞまさに俺の求めていたモビルスーツだ。行くぞ。その程度の実力で我々を止めようとはな。全ての HLV を空に送り出した後、闇夜のフェンリル隊はキャリフォルニアベースから脱出した。こうして北米最大の拠点は失われ、戦いは地上から空へと移っていく。今後地上に残ったジオン軍兵士たちはますます厳しい戦いを強いられるだろう。だが闇夜のフェンリル隊は諦めない。祖国のため、大義のため、愛する者を守るため、ジオンの旗のもと
戦場に身を投じた将兵たちはそれぞれの思いと理由を持って戦い、そして死んでいった。そうした思いを持って戦う戦友がいる限り、フェンリル隊の戦いもまた決して終わることはない。それからしばらくしてフェンリル隊は北アフリカのリビア砂漠にその姿を現した。彼らは北アフリカにおける最大規模の補給基地を奇襲。これにより連邦軍は北アフリカ方面の攻勢作戦の延期を余儀なくされた。だがフェンリル隊の潜伏する拠点を突き止めた連邦軍は兵力を動員してその拠点を包囲。籠城してなおも徹底抗戦を続ける中、空でのジオン軍最終防衛戦であるア・バウアー・クーは陥落した。そして一年戦争の終結。闇夜のフェンリル隊と雌雄を決するためリビア砂漠に到着したエイガー少尉はその事実を知る。そうか、戦争は終わったのか。ですがジオン軍は投降しないんです。戦争が終わったことを知らせても謀略だと言って全く信用しようとしません。ならどうする。このままでは我々は攻勢に出なければならないでしょう。戦争は終わったというのに戦死者は続くんです。全くバカな話だ。そうか、なら軍師を立てて説得するよりないな。軍師を立てる？それはそうかもしれませんが、しかし今の状態では危険すぎます。大体誰が軍師に。非武装のヘリを用意してくれ。あれなら一人で操縦できる。一人でって、エイガー少尉、あなたが軍師に。ああ、そのつもりだ。この任務は自分以外に適任者はいないだろう。状況から考えても彼らは必ず説得に応じるはずだ。どうしてです、少尉。あの敵軍に知り合いでもいるって言うんですか。ああ、いるさ。立場は違うが、この戦争を共に戦った戦友がね。